はい、こんばんは。参議院議員の音羽俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。11月の26ですか7ですか、日曜日に収録しておりますけども、今日は先ほどまでですね、日本対コスタリカ戦が行われておりまして、残念ながら日本代表が0対1で、敗戦ということになったわけでありまして、あの日本代表の、選手、サッカー選手の皆様、本当にお疲れ様でございました。残念な結果ではありましたけども、やっぱり前回ね、ドイツ、強豪ドイツをまさかの逆転勝利しただけにですね、そして今回コスタリカ戦はもともと日本優位ではないかということも言われていただけにですね、ここで勝てば決勝トーナメント進出がかなり現実的なものになっただけに、今回の敗戦というのはかなり皆さんショックが大きいと思います。私も非常に残念だと思っているんですが、今回このサッカーの試合をですね、無理やりというか政治にこう引きつけてちょっとお話しさせていただきますと、やっぱ正常世界もこういうことはあるんですよね。なんでしょう、圧倒的な下馬評とかですね、通りにいかない、議席数とか勢力図通りにやっぱり物事、政策が進んでいかないということは、往々にしてあります。今回のサッカー日本代表も、ドイツには厳しいだろうけども、コスタリカにはいい勝負する、勝つんじゃないかと言われていた。とか結果がやっぱ真逆になる、ことってやっぱこれ勝負論の世界の中で、あるわけですよね。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしなんて言われますけども、もう勝負論というのはやっぱルールあって、やっぱり成長世界でも基本的には多数決、ですから、当然自民党、公明党が議席数の3分の2、近くをね、もう占めていて、もう半数、圧倒的半数を占めていれば、それ議案は何だって別に出せば、多数決やれば通るわけですけども、やっぱこれは また勝負論があって、世論の流れ、そして野党側の対応、マスコミの報道、様々な要素が複雑に絡み合って、そんなに数字、この議席数でゴリゴリ押すわけにもいかない。で結果として、本来スッと通るはずであった議案が通らなかったり、あるいは、この議案はなかなか紛糾するんじゃないかと言われたものがすんなり通ると、いうこともこれ政治の世界ではままあること、なわけですね。ですがこの勝負論ってのは本当に難しいなというふうに思いますし、なんでしょう、これはもちろん選手もね、100% の努力をして今回の試合に臨んだと思うんですけども、このね、勝利の女神を引き寄せる最後の何か一押しっていうのが、どこにあるのかっていうのは、こういう真剣勝負の場を見れば見るほど、不思議なというかなんか難しいなと思うわけであります。ということで、明日から衆議院の予算委員会も2日目になりまして、日本維新の会から馬場代表をはじめ4人のバッターが登壇して、いわゆる被害者救済法案というのも大詰めになってくるわけでありますけども、やっぱこの勝負論の世界、やっぱりもちろん我々野党であってですね、単独では当然法案も通すことはできない、自民党公明党が目指すべきものというのに基本的にはこう寄っていくというか、法案とか予算案では通っていくわけですけども、ここにどういう番狂わせを起こせるか、この勝負論の中で、ただ単に数では決まらない、勢いでは決まらない中で、どういうテコの原理を生かしてですね、この私たちは勝利を勝ち取っていくか、国民のため、被害者のために資するような法案、予算案を作れるかどうかと、いうことはね、やっぱ明日からも勝負が続いていくと思いますので、本当にちょっとサッカーは、残念でありましたけども、しっかりと我々は、また明日から気を取り直してね、国民の皆様も、サッカーファンの皆様も気を取り直してね、明日から読んでいって、まだ第3戦、スペイン戦やりますから、スペイン戦だって圧倒的不利、もうスペインですから、相手は世界の強豪国スペインで圧倒的不利ですが、ドイツだって下したわけですから、これも最後までどうなるかわからないということで、一生懸命みんなでね、日本代表を応援しましょう。そして私たちも明日から頑張りましょうということで、引き続きご注目とチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた明日、さよなら、おやすみなさい。